曲にチューニングをお聴きいただきました、はい、ではここからアイルランドのダンスの曲を演奏していきたいと思います。はじめにスリップジグという8分の9拍子ですね、ダンスの曲を2曲続けて演奏します。ダンスの曲ではなく
というゆったりとした曲で、そのトリップ・ウィッグ・オーバー・ザ・マウンテン、それからコンサルティーナでマウント・オブ・コメラを演奏したいと思います。
ました。次に、コンサルティーナという楽器の紹介をさせていただきたいと思います。こちら、見てお分かりになるように六角形の箱なんですけれども、コンサルティーナという名前で、ボタンと蛇腹でできている楽器です。生まれたのは、1829年にイギリスで開発されて特許を取ったというふうに言われていますが、この時は、ボタンが、形状が少し違いまして、ボタン一つにつき一つの音が鳴るという楽器が作られました。その後に、こちらアングロコンサーティーナというアングロもイギリスのという意味なんですけれども、そういう楽器が、できまして、こちらの楽器は押し引き異音ということで、一つのボタンにつき二つの音が出るという仕組みになっています。なのでアコーディオンと、ハーモニカの合いの子のような楽器だと思っていただければ、分かりやすいかなと思います。空気を入れた時と出した時で、音が変わるという仕組みになっています。では、次に、ジグというこちらもアイルランドのダンスの音楽なんですけれども、お届けしたいと思います。
ビールというちょっと海外の4分の4分の選択を皆さんとつなげてお見せしたいと思います。Yes.